先週、台風が県内に最接近いたしました。宮城県へ上陸しましたけれども、これがですね、1951年の統計開始以来初めてで、異例の台風ということになったわそうけなでんですすね。ね。で、実は台風が日本に上陸するのは、おととしの東日本台風以来のこちら、およそ1年9ヶ月ぶりだったんですね。で、ただ先日の台風は県内に大きな被害は、ありませんでしたけれども、今シーズンから変更されました。こちら5段階の警戒レベルが初めて出されました。このうち伊達市、南相馬市、浪江町、広野町、この4つの市と町でレベル3の高齢者等避難が発令されまあしる程た。度早い段階で出てましたそうだったんでね。すね。ただこうした自治体の他にも、自治体による避難情報は出されませんでしたが、自主的に避難所を開設した自治体があります。この赤で示された18の市町村です。多いですね。はい、全体としては最大で82世帯106人が避難しましたが、このうちの4割以上の37世帯45人は自主的な避難でした。県の担当者は、東日本台風の被害もあり、早めの避難所開設が浸透しつつあるのではないかと話していました。松尾さん、こうした動きですけれども、どういうふうに見ていますか？いや、これね、やっぱりさっきのコロナの話と同じだと思うんですよね。やっぱり皆さん、雨風が強い中でね、やっぱ心配なんですよ。ね、危険なところにいらっしゃる方は、やっぱりいつ避難すればいいんだろう、呼びかけ含めてまだなんだろうかという不安な状態ですよね。で、そういう意味じゃ、やっぱり自主的に避難されたというのは、やっぱりその心配であるということですね。で、雨風が強いし、暗くなる前に。ね、やっぱり避難されたとしてもですね、まあ、自治体が避難所を開設しないとね、避難できないんですよ。で、それとやっぱり2年前の災害の時に危険な時間帯に避難されてね、巻き込まれた方もいらっしゃるわけですから、早めの避難というのは重要でね、これやっぱりぜひね、根付かせてほしいと思います。今回も雨のピークは夜遅くだったということになりました。一方で、新型コロナウイルスの影響によって避難所を開設する自治体にとっては新たな課題も見つかりました。午後9時過ぎの南相馬市です。現在、雨は小康状態ですが、時折このように公園の木々が大きく揺れるほど強い風が吹いています。先週28日未明、県内に最接近した台風8号。降り始めからの雨量は、南相馬市で 136.5 ミリ、浪江町で 134.5 ミリ、富岡町で 122.5 ミリなどと100ミリを超えました。早めの避難が徐々に浸透する中、新型コロナウイルスの影響で自治体が追われていたのは、感染症対策に配慮した避難所の開設だけではありませんでした。相馬市で進められていたのは、中学生を対象にした集団接種です。ファイザー製ワクチンの対象年齢が16歳以上から12歳以上に引き下げられたことから実施されました。接種して安心はありますけど、やっぱり前のような生活はまだ早いかなと思ってます。そのため、相馬市はこれまで昔からあるスポーツアリーナ相馬の第一体育館が避難所として優先的に使われていましたが、今日は集団接種の会場になっているため、第二体育館が自主避難所として開設されました。避難所の開設場所を変更。その上で、検温の実施や避難者同士の間隔を空けるテントを設置するなどして、受け入れ体制を整えました。ワクチン接種も、こちらも、皆さんの希望を聞いて、調整をして皆さん来ていただいてますので、できるだけスケジュール通りに進めたいという思いもありますし、その中での、こういうふうな台風災害が来てますので、やはりちょっと両立することの難しさというのは感じてはおりますね。本格化するワクチン接種と重なった今年の台風シーズン。災害時に備え、避難所の再確認が改めて求められそうです。
福テレの近くには NCV 福島アリーナという体育館があるんですけれども、そこもワクチン接種会場でもあり、もともとは避難所だった場所なんですね。新型コロナウイルスのワクチン接種と並行してこの避難所の開設と、自治体の負担は増していますね。そうですね、まあ、大変なんでしょうね、自治体さんもね、はい。まあ、ですけどやっぱりコロナというの、ワクチンというのはコロナに対して命を守る、避難というのは災害から命を守る、同じことじゃないですか、はい。でそういう意味じゃやっぱりこの自治体の運営の中でね、接種会場と避難所というのが重なったにしても、この間取りの取り方とかね、いろんな考え方あると思うんで、そこは自治体さん頑張ってほしいと思いますね、うん。その一方で台風8号は県内をですね、通過した後も異例の雨を降らせたんですよね。台風一過という言葉がありますけれども、大体台風が過ぎ去った後は晴れるケースが多いんですけれども、今回台風が過ぎ去った後の須賀川市の様子をご覧ください。日本海に抜けた台風は温帯低気圧に変わっていましたが、気象庁は須賀川市に1時間に110ミリの猛烈な雨が降ったとみられるとして、記録的短時間大雨情報を発表。須賀川市で床上浸水が1件、郡山市でも床下浸水が5件確認されました。松尾さん、台風が過ぎ去った後、こういった場合でも警戒が必要なケース、こういうのもあるんですね。まあ、2年前の東日本台風の時だってね、台風本体が抜けてもやっぱり回り込んだ雨雲でね、後から遅れて雨をもたらすということもあったわけですから、はい、これはまあいかなる場合も起こりうるということを考える、まあ、今後はやっぱり遅れてくる大雨には注意ということですね。県民からも台風の雨よりもこの雨の方が激しかったといった声も聞かれました。では松尾さん、今日の防災100言ですけれどもお願いします。はい、まさに今起こっているようなことを書きました。海面水温、うん、私たちの身近なところの水温というのは非常に高くなっている。北高南低と書きました。北は温度は高い、南は低い、はい。これはどういうことかというと、やっぱりこれから福島含めてですね、夏は暑いし大雨も続く、これには注意だというふうに思います。地球温暖化という中で、そういった中での雨とどう向き合うのか、もっと広く見ると地球温暖化とどう向き合っていくのか、このあたりのこう課題を突きつけられているような、そんな気もしますね。そうですね、まあ、そういう会があってもいいかもしれないですね。そうですね、はい。ここまで今日も松尾一郎さんと一緒にお伝えしていきました。このコーナーでは防災減災に関わる皆さんの疑問ですとか地域の取り組みを募集しています。災害で役に立ったものなどがありましたら、ぜひそちらもお寄せいただきたいと思います。